各論第5回、小児の麻酔です。小児では、麻酔も特徴的ではありますが、生理学や解剖も大人とは大きく異なります。まんべんなく理解して、麻酔に臨むようにしましょう。小児の麻酔の前に、小児の生理学を必ず理解しなければいけません。小児は、大人を縮小した生理学では動いていないからです。 まず、小児を定義しましょう。新生児、乳児期によく出てくる単語です。2023年現在は、22週未満で弁出されるものを流産と定義されます。生存ができないためです。22週以降は生存可能な週数として、早産と呼びます。37週から41週未満の極めて短い期間を正規産とします。 四十一週以降は柿さんです。出生時の体重による分類です。正常な出生体重とは、二千五百グラム以上、四千グラム以下です。それ以上は巨大児、それ以下は低出生体重児です。低出生体重児は、千グラム、千五百グラムを境界に、さらに細分化しています。 これも小児の分け方です。新生児、乳児、幼児、学童の範囲はきちんと使い分けるようにしましょうそれでは小児の特徴についてシステム別に見ていきましょうまず小児の鎮痛についてです痛みの感受性は成人よりも新生児の方が高いと示されていますまた 新生児期の処置や手術で強い痛みを経験させると、成人した後も痛みの息地を低下させます。生涯にわたって、いわゆる、痛がり屋になってしまうわけです。言葉で表現できないのをいいことに、鎮痛を怠るべきではありません。中枢神経の特徴として、新生児期は頭蓋が融合していないため、頭蓋内圧の上昇で即座にダメージを受けるわけではありません。 それに伴い、専門を触知することによって頭蓋内圧や脱水を簡易的に評価できます。一方、脳血管は脆弱で、血液脳関門も未完成です。さまざまなストレスにより、脳出血や脳室内出血は起きやすい状態です。網膜血管も、新生時期は発達段階です。早産時において 過剰な酸素投与によって網膜の毛細血管発生に異常をきたします呼吸器系は上気道下気道胸郭のいずれも成人と異なります成人と小児では構造に大きな違いがあります小児の頭部は大きく首も短いのが特徴ですこのため口頭展開は難しくなります 舌が大きいため、口腔内は狭く、鼻腔も狭く、気管は細く短い特徴を持ちます。従って、相関処置に手間取ると容易に閉塞し、また肩肺相関や自己抜擢も起こりやすくなります。肋骨が水平に走り、胸郭コンプライアンスが低いため、高い換気圧が必要です。それもあって、腹部傍慢や呼吸筋疲労によって容易に呼吸不全を起こします。 呼吸に関する症に特有の合併症もあります。麻酔後の無呼吸発作、アプネイックスペルというものがあります。在体周数と出生後の周数を含めて60周まででは、呼吸中枢が未熟のため、術後24時間以内の無呼吸発作が起きる可能性があります。これは、特に低出生体重児でリスクが増大します。 全身麻酔ではなく脊髄いくもか麻酔で管理してもアプネイックスペルは起きます。従って、この期間、日帰り麻酔は禁止です。口頭経いや正門閉鎖反射は、麻酔導入及び覚醒の途中過程、興奮期で起きやすい現象です。上気道感染時、喘息、正門上の気道異物や分泌物刺激により誘発されます。次に、 心血関係です。胎児の血行動態に重要なものに、卵炎孔と動脈管があります。共に、出生後すぐに閉塞します。しかし、閉塞しない場合には特徴的な合併症となり得るものです。調べられていない場合には、卵炎孔の改造はあり得ると考えて管理を行いましょう。心臓も、 成人とは大きく異なります心筋コンプライアンスが低く拡張末期容石が成人のように自由に変化できないのが最大の特徴ですそのため交感神経活動が活発になっても一回拍出量は変動せず脈拍だけが上がります裏を返すと高度除脈と心停止はほぼ同じ意味になります小児蘇生プロトコル ファルスにおいて心拍数60未満が蘇生対象になるのがわかりますね。小児の循環動態において重要なのは心拍数です。麻酔で血圧低下が起きたとして、末梢循環不全をきたすことはありません。しかし、小児の場合には血管内容量が減少するとすぐに血圧が低下します。逆に言えば、 血圧が下がるときは有益不足と判断しやすいわけです。成人よりも小児では術前評価に戸惑うことが多いでしょう。その多くは知識不足であって、成人の延長で考えないことが肝心です。術前診察では、成人とはやや違うことを確認します。軌道確保のリスクについいてて見ていくことは当然ですが 腸脈炉確保の困難性や入室前プレパレーションの必要性なども考慮します。また、小児期には診断が不可能な悪性高熱や筋ジストロフィーについては、家族歴が重要です。幼児期の子供は理解力は非常に高い一方、不安によって入室に失敗することがよくあります。次の手術がある場合、再手術の可能性がある場合など、 入室はさらに困難になってしまいます。また、押さえつけて麻酔導入を行うようなことは、安全上も良いことではありません。麻酔前頭薬を用いる場合もありますが、きちんとしたプレパレーションがあれば、必ずしも薬剤は必要にはなりません。前頭薬は、効果が不確実であるという大前提を忘れてはいけません。その上で、 どうしても必要な場合には本人や保護者と相談の上で行います。財経には様々ありますので、投与量や投与方法、タイミングには注意します。このような種類があります。効果不十分になること、家賃性になって呼吸抑制を起こし得ることは念頭に置きます。従って、前頭薬に慣れていない施設で、いきなり始めるべきではありません。 そのような場合麻酔科医が付き添って管理することが必要です次に小児麻酔について考えていきましょう次に小児麻酔について考えていきましょうよくある質問だと思いませんかそして何と答えますか麻酔薬は小児の発達に影響するのでしょうか しないのでしょうか。一回の麻酔は発達や知能を低下させないという報告が多く見られます。しかし、複数回の麻酔では行動、学習障害を引き起こす可能性があるという報告もあります。大規模臨床研究では、一回の麻酔であっても社会性スコアが悪化するとの結果もあります。アメリカの FDA では、 不要不急の手術は3歳以降に行うことを推奨しています。しかし、何でも延期すればよいわけではありません。抗外い列の手術を3歳以降に延期すれば、発語能力は永久に失われるでしょう。その時期に行わねばならない手術というものもあります。急に麻酔は、成人に比べて麻酔導入が遅くなります。 心拍出量が高いためです。そのため、全身への蓄積も早く、覚醒は小児では必ず遅くなります。また、覚醒時興奮が非常に激しいのが小児では特徴的です。覚醒時興奮は20歳前後まで見られることがあります。静脈麻酔薬は、麻酔導入と覚醒に興奮期を生じないことから、 呼吸器関連合併症が減少します。ぜ息症例では、静脈炉確保を事前に行うことが原則です。プロポフォールは注入時の血管痛が起きやすい欠点があります。チアミラールやチオペンタールは血管痛はないのですが、ぜ息には近忌となります。小児でオピオイドを使うのにはコワコワといった人も多いでしょう。しかし一般的に、 小児は成人よりしっかりした量を投与する必要があります。小児は成人より PONV が起きないという迷信も国内にはありました。しかし、成人同様にオピオイドを使えば同じように PONV は発生します。軌道確保について見ていきましょう。気管チューブの選択法は乳幼児では年齢割る4たす3.5です。 しかし、的中率が低いため、必ず1サイズ下のものを準備しておきましょう。粒子の長さも年齢から予測式があります。しかし、カフありチューブの場合には、そもそもカフを触進すれば位置は明らかです。昔から、基幹チューブのカフの有無に関する議論が絶えませんでした。しかし、現在ではカフなしチューブで得られるメリットがないことから、 原則カフありチューブが正門を通りにくかったから、カフは膨らませないでおこうという判断をしてしまう人がいます。これは正しいでしょうか。カフを全く膨らませないと、カフの一部が尖った形でチューブから飛び出たままで留置されることになります。これが咽頭、声帯、気管液の損傷を起こすことが指摘されています。 カフなしでリークがないとしても必ず少しは膨らませるようにしましょう小児用のチューブも成人用のものを小型化したものから小児用にデザインしたものまで様々です幼児は期間が短く肩肺管器になりやすいことからカフから先端までの距離が短いマイクロカフにはメリットがあります一方チューブを強く曲げることが必要な場合 マイクロカフのチューブは硬いため、折れて閉塞します。状況に応じ、適切なチューブを選択しましょう。相関デバイスの選択は、成人よりも小児において明らかです。ビデオ高等鏡は、一回の主義で成功する率が高く、6.5kg 以下の時期もビデオ高等鏡に優位性があります。抜漢は、 小児でしばしば難しい問題です。覚醒と興奮期を見極められないことがその原因です。帯同があったからといって抜管すると、実は興奮期で、高頭経廉により再送還困難となり得るわけです。7歳未満の小児で送管が成功するための因子がレビューされています。すべて満たすと85%の成功率ですが、少なければ少ないほど成功率は低下します。 心して準備しましょう。CKD 患者がいないからといって、雑な輸液投与が安全というわけではありません。維持輸液は、小児では有名な、4、2、1ルールがあります。ただ、麻酔の場合には絶飲食がありますので、脱水の補正も最初に行います。また、小児は成人よりも低血糖を起こしやすいため、 糖分を含有した保液を用います。輸血を行う際、式を知っているだけでも最低限はできます。しかし、循環血液量についても抑えておきましょう。乳幼児は体重の10%が血液量で、成人より多めになります。これをもとに計算します。いつでもすぐにできるよう、慣れておきましょう。 小児における区域麻酔について解説します。全身麻酔と同様、小児では安全性が成人より低くなる時期があります。薬物代謝が未発達な6ヶ月未満では、投与量を減らす必要があります。また、それ以降であっても、体重が小さいため、成人よりはるかに少ない量で行うことになります。基礎編で一度提示した表です。 小児、特に乳児で硬膜外麻酔を行うのはあまり一般的ではありません。しかし、末梢神経ブロックを用いてオピオイド消費を減量するのは成人と同様です。使いこなせるようにしておきたいものです。成人ではあまり行われない、仙骨硬膜外麻酔は非常に有用です。これは主に2歳以下で適用になり、 下肢から腹部手術ままで広く使われます。効果時間は限定的ですが、優れた鎮痛法です。静脈止めを寄進で戦死して、該当から薬剤を投与する方法が一般的です。小児のお心法とは、対応できる薬剤が少ないことに注意が必要です。小児のお心法とは、対応できる薬剤が少ないことに注意が必要です。 海藻別の予防が推奨されており、デキサメタゾン、温暖セトロンが大変有効です。